どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回はですね、私が機動戦士ガンダムオリジン全6話を見た感想をですね語ると言っただけの動画になっています。まあ、ちょっとねみんなに共有してね、いろんなね意見とかも聞きたいと思ったので、よろしければお付き合いください。さあそもそもですね、機動戦士ガンダムオリジンとはどんなものかというと、まあ初代ガンダム、ファーストガンダムをベースとして、まあシャアの生い立ちなどにですね焦点を当てた全6話の作品となっています。まあね、この動画見てくださっている方、もしかしたらガンダムのことあんまり知らないっていうね方もいらっしゃるかと思いますので、ちょっと序盤はね、まあざっくりこのお話はどんなお話なのかっていうのをね、私もねガンダム素人ですよ、プラモデルから入ったから。ガンダム素人ながら素人がわからない点をねちょっと説明させていただきたいと思います。もしもね間違ってることとか言ってたら、コメントなどで、ね、補足いただければ幸いです。多分ねもうガンダムすでにねもう知り尽くしてる方は、そんなもん知ってるわみたいなことを言うかもしれないんですが、まあ、ちょっとお付き合いいただければと思います。まずですね、初代ガンダムとはですね、こちら、これねホワイトボード買ってきました。まあ一般的な認識としては、地球連邦軍のアムロとジオン軍のシャアがこう戦争するんだよっていうのが結構一般的な認識かなって思いますね。その中でまああのモビルスーツ、まあロボットに乗って戦うよっていうのが、まあ私もそんな感じの認識でした。ではなぜですねこの2つがですね戦争をしだしたのか。でこれまあ地球ね、でこれ月ね。まずですね、地球のですね資源が枯渇して、ちょっと環境汚染とかも進んじゃって、これ以上地球で人口抱えきれないよってなるんですよ。で人類はどうしたかっていうと、宇宙ですね、こちら宇宙にですねコロニーというこの薬のねカプセルみたいな形したのを建設して、まあ、最終的に、まあ、直径35キロなんで、まあ、地図上でちょっと線引いて調べたところ、まあ、厳密ではないざっくりなんだけど、東京24区ぐらいのサイズで1000万人ぐらい住めるコロニーというものを建設しましたと。で地球の中には、まあ、特権階級とか、まあ、偉い人たちが残れて、平民たちはこのコロニーの方に移住してくれって移住させるわけですよ。まあ、これが言うところの宇宙世紀、まあ、0年と言いますか、よくガンダム見てるとナレーションで宇宙世紀0079とかちょっとねいろいろ出てくるんだけど、はあなんのこっちゃろうって思ってたけど、ここが宇宙世紀0年らしいですね、移住した年が。で何十年か経ってこんな風にねコロニーがたくさん建設されまして、よくまあガンダムのお話で出てくるのは、まあサイド7とかサイド3とか言うんですけど、まあこの辺はもう地球連邦軍が統括してましたと。けどね、やっぱりね、地球人ってね、ちょっとやっぱり特権階級の人たちが残ってるから、ちょっとやっぱりこの、何十年も経つと、もちろんこのコロニーで生まれた人たちもいるわけじゃないですか。そういう人たちのことを、まあ、スペースノイドなんて呼んだり、まあ、どういう意味かわかんないけど、宇宙育ちっていうか、まあ、小馬鹿にするではないですが、差別とまではいかないけど、まあ、ちょっと我々とは違うよぐらいに言ってたんでしょうね。で、それでちょっとやっぱり腹が立ってきたのは、このサイド3の人たちですね。サイド3では何が起こっていたかというと、地球連邦から独立したいって言い出したのが、このジオンズム大君って人ですね。この人ですね、シャアのお父さん、シャアのお父さんです。これは書く必要があったのだろうか。シャアのパパなんですけど、でこの人はね別にねそんな戦争して独立したいっていうよりは、まあ、人類の進化は宇宙で始まるとかを定説しだす、どっちかというと学者チックな人なのかなって思いますね。まあその時に陰でこのジオンズム大根を支えていたのがデギン・ソド・ザビですね。まああの初代ガンダムといえば結構ザビ家の人たちが、まあこのアムロの敵として対峙してきますが、そのザビ家のまあ統領ですねが支えてましたよっていう話です。で、まあ、首相として、まあ、このサイド3をジオン公国として治めてるんですが、このジオンズム大君ですね、なんと、暗殺されてしまいます。まあ、犯人はね、明言されてないんですけど、多分この家の誰かの人じゃないかな。まあ、途中からね、ちょっとやっぱり、身内揉めみたいなのしちゃってたんですよね、ここも。で、このジオリジンで何が話されているかというと、このジオンズム大君の暗殺から始まり、まあ、シャアがまだ子供の時ですよね。まあ、どういう成長をして、まあ、みんなが知る赤い彗星シャアになったかっていうのが語られているといった作品になっています。でまあちょっと話が飛ぶんだけど、なんでそんな人類史上最悪の戦争になったかっていうと、ジオンなんてさサイド3だから圧倒的にこの物量で負けてるわけよ。まあ一部ね、まあ、ジオンに味方するコロニーとかもあったんですけど、まあほとんどはまあ地球連邦側だしみたいな。なのでもうジオンは短期決戦で決着つけるしかないっていうことで、まあ、何をしたかというと、この地球にね、この連邦軍の本拠地の
ジャブローっていう基地があるんですけど、そこにこの頃に落としちゃえってめちゃくちゃなことをしようとするんですよ。でこの連邦派だったサイド2の人々を、まあ、毒ガスでねみんな殺しちゃって、これにエンジンつけて地球の軌道に乗せて、これを地球に落としたわけですよ、このサイド2のコロニーを。でまあでも大気圏突入するときにこのサイド2は3つに割れてですね、まあ各所に落ちたっていう話なんですけど、私が今やってるミッシングリンクとかね、サイドストーリーはこのコロニーが3つに割れて落ちた後の地球でのお話ですね。まあ08正体とかも地球上のこの連邦軍とジオン軍のお話なんですけど、まあ宇宙ではこんなめちゃくちゃなことが起こってて、それ地球連邦こんなことされたら怒るよね。でまあちょっともう全部俺たちの艦隊フル出撃で全部ジオン倒しちゃおうみたいな感じでボーって行こうとするんだけど、まあ、ジオンの方が先にまあそのシャアが乗るね赤ザクとか高性能なモビルスーツをまあ先に作ってたもんだから、そのモビルスーツでもうまたこの地球連邦軍の艦隊をねめちゃくちゃにやっつけちゃうわけで、まああの歴史的な敗北をするわけですよ、地球連邦軍が。けどここでなんか休戦宣言みたいなのしたら、それは敗北を認めることだから俺たちは戦おうみたいになって、こっからまあ最初に戻るんですけど、まあ、アムロとシャアとのですね戦いが始まっていくといったお話になっています。なのでこれ開戦前のお話なんですよ、ジ・オリジンは。はい、ということでまあめっちゃ早口でね、大まかにファーストガンダムと言いますか、まあお話のね概要をお話ししたんですが、こっからやっとですね、ジ・オリジンの感想に入っていきたいと思います。まあね、全6話あって、まあ第1話ですね、これは何が語られているかというと、シャアの幼少期のお話なんですね。まあ感想としては本当に一番泣きどころが多かったんじゃないかなっていう、まあシャアの妹セイラですね。まあちょっとややこしいんで、もシャアとセイラっていう呼び方をしますけど、本名は避けて、また話が長くなるからこっからお母さんだよね。お母さんはやっぱりこのお父さん死んじゃって、このシャアとセイラも暗殺の対象になるんじゃないかっていうので、もう一生会えないって覚悟しながら二人を地球に逃げさすわけですよ。なのでお母さんはもう分かってる、覚悟してるんですよ、もうこの子たちに一生会えないって分かってるのに、幼い子供たちを笑顔でみたいな、ボーッつってこの時のお母さんどんな気持ちやったんやろっていう、でも大泣きよね。でオリジン見てびっくりしたのが、シャアとセイラってその愛人の子供だったんだねっていうね。まあそのシャアのパパには制裁がいて、まあ制裁がちょっと子供ができなかったんで、このシャアのねお母さんと子を設けてっていうね、いやーそんな壮絶なストーリーがあったんやっていうね。まあそのザビ家の人たちにも敵対されつつね。でやっぱりね、一見て思ったのが、モビルスーツがめちゃくちゃかっこいいんですよ。3DCG っていうのかな、 2D のアニメーションじゃなくて 3DCG で結構ガンダムとか描かれているようで、結構動きがぬるぬる動くんだよね。まあ結構ね、結構私連邦の機体に愛着があったんだけど、割とガンダング悪いやつやみたいなね思っちゃったりして。まあ人気キャラクターですね、ランマラルさんの若い頃が描かれてるんですよね。まあ結構まあほんと人柄がとてもいい人で、部下からもすごい慕われてるんだけど、ああでもやっぱりこの人って軍人なんだなって思うとこが多かったですね。まあ中でも注目したのがハモンさんがめちゃくちゃかっこいい。なんか私初代劇場版でしか見てないんですけど、まあなんかこのラールさんのそばにいつもいるちょっとね、中身が読めない女の人だな、でもラールさんのこと大好きなんだなぐらいに思ってたけど、もう大好きなんだなぐらいのレベルじゃないよね、もう愛だよね。よくそんな危ないことするわってこともやっちゃうから、すごいなって思って。でもねやっぱオリジンに出てくるキャラクター、男性キャラクターみんなそうなんだけど、なんかね母性をね追い求めてるわけよ。すごいなんかこの描写が多いなって思ったのが、膝枕だよね。結構外でボロボロになって戦ってきた軍人が、そういう愛する人の膝枕で頭撫でられて、こうこの人にだけは弱みを見せているっていう描写が多くて、割とねガンダムに登場するこの女性キャラクターが結構兼ね備えているのが
母性なんじゃないかなっていうのはすごい思ったね。で、まあ、ザビ家の人たちね、まあ、ザビ家は割とめちゃくちゃやるお家だなみたいな印象があったんですけど、まあそのイメージは変わってないんですけど、まあ、ザビ家のドズルさんのイメージがガラッと変わった。ただもう大男で怖い軍人なのかなって思ったけど、本当にあのドズルさんって人はザビ家の中で誰よりもこの人間臭いっていうか、もちろん軍人でコロニーを落としたのもドズルさんなんだけど、完全にこの人にはこう戦う理由があるなって感じられたね。だからすごいね、あのドズルさんのね好感度がめっちゃ上がった。でそれから3年後の第2話のお話なんですけど、まあ地球に亡命したシャーとセイラがもう一回宇宙に戻ってきてからのお話で、びっくりしたのがシャーズナブルっていうのはそのジオン大君のね子供だっていうのをバレないように名乗っていた偽名だと思ったんだけど、本当にねあれって身代わりだったんだね。私よくそんなことまでするわって思っちゃったね。なんかびっくりしちゃった、あのシャーには。で結構ねやっぱねセイラさんの境遇がめちゃくちゃかわいそうで、あーやっぱこんな経験をしてきたらそりゃビンタもするよね、そりゃなんじゃぐものって言えるよねって思った。ただただお嬢様育ちじゃないもん、一番悲しみ背負ったのセイラさんじゃないかなって思って、まあモビルスーツもびっくりしたのがモビルワーカーっていうその今言うところのそのミノフスキー粒子を使う前のですね、まあ前衛機と言いますかがめちゃくちゃかっこよくて、まあ、工事現場で作業するまあ機体だったのかなっていう、まあそういうこともできるよっていう機体なんでしょうけど、あれめちゃくちゃかっこよくて、あれにちょっとね泥つけたエザリングとかもめっちゃやりたいなって思ってしまった。でやっぱそのお母さん死んでからっていうか、この辺からねもうあのシャアの人柄が変わっちゃったっていうか怖っみたいなことするよね。なんか別にこれ個人の感想であって、別にシャアのこと嫌いとかじゃないけど、あのびっくりするようなことする、もうほんと自己中だなみたいなことすることない、あの人って。私だけそう思ってるの、びっくりしちゃうんだけどシャアのすること。でまあ第3話に続くんですけど、その顔がそっくりで、まあ、目の色だけ違ったその元祖本物ね元祖シャーズナブル君を自分が死んだことと見せかけて入れ替わるっていうのなんだけど、アズナブルさんのお家にめっちゃお世話になったのにその息子をそんなことしちゃうのっていう、信じられないみたいな。私そうセイラさんもそうだけど、アズナブルさんも不憫でならんかったわあのお話は。でこのシャアがねいつもマスクをつけてた理由が私やっとそこで分かった。まあ元祖シャーズナブルと目の色が違うから、それを隠すためにあシャーってマスクするようになったんやみたいな、なんかね初代見ただけだとちょっとカッコつけかなくないなとこあるじゃん。なんでこの人まあ何でも赤くしてこんな、なんかみんなと違う服着てるやろって思ってたけど、まあそういうね赤色にこだわりを持つことになった理由とかもその知ることができてよかったなと思います。で3話はあれかな、そのシャーズナブルになり代わって士官学校に入学してっていうお話がメインだったかなって思うんですけど、まあザビ家の四男坊か、お兄ちゃん、あそうだね、まあ、四男坊だね、四男坊のガルマくんと、まあ、仲良くなるっていうね。やっぱねでも可愛いって思ったガルマくん。なんかある意味すごい純粋じゃん、があのね学生時代のガルマくんめっちゃ可愛いって思った。シャアのこと大好きだしめっちゃ慕ってるしみたいな、でもシャアは友達だと思ってないんでしょっていう、やっぱりシャア怖かったよね士官学校でも。やっぱね、なんだろう、ニュータイプだからなの、めちゃくちゃ頭もいいし運動神経抜群でっていうね、まあそのあたりから結構そのシャアが覚醒されていたのかなって思いましたね。で第4話ですね、まあその時シャア確か地球送りになるんだよね、その士官学校でめちゃくちゃなことやっちゃって地球送りになってララーと出会うってお話だったんですけど、あんなにね人に心を開かなかったシャアがもう急にもララー大好きになるじゃん。あの惹かれ方は何なの、やっぱこのニュータイプ同士は惹かれ合うみたいなとこあるのかなって思ったよね。でやっぱりねこの回で一番ねやっぱ投げたのがね、あれ多分4第4話だと思うんだけど、ドズルさんだよね。まあご結婚されてお子さんを設けられて、
けどやっぱりこの国のために地球にコロニー落としちゃったって、まあ結構あの現場ではね結構血気盛んな軍人なんだけど、お家に帰ってくると子供抱き上げてうわーって泣くじゃん。もうあそこでもう私も一緒にうわーってなんかこんなに可愛い子供がいるのにみたいな、俺は何億もの人を殺してしまったっていう、地球にも我が子のように可愛い子がいっぱいいるのにって言ってうわーって泣いたので、もううわーって一緒に泣いて、またそこでも奥さんが膝枕で慰めるんだよね。否定はしないんで、まあ奥さんももともとね士官学校出身で軍人みたいなね、ちょっと強いあの気の強い女性みたいなところはあったからかもしれんけど、責めることもせずただただ話を聞いて、あこれがあのいわゆるあの模範的なね、模範的なご外で働く夫を迎える妻なのかなって思ったけどね、私だったらめっちゃ言うけどでもまたそっからの開き直りっていうか、まあ開き直りかなが面白かったんだけど、まあ世界にもこの我が子のように可愛い子がいっぱいいるし、その親もいるって、あいつらも自分のこの子を守れなかったんだから負けたあいつらが悪いみたいにちょっと開き直るんだよね。ああなるほど、その開き直り方私も使わせてもらおうって思ったよねでこの回かな、もうあのジムのねご先祖様のような、まあ連邦のモビルスーツも出てくるんですが、まあそれはそれはボコボコにボコボコにやられて、でもここでやっぱあの黒い三連星とか、まあとりあえずまあ私はあの映画版見た時は黒い三連星嫌なやつだなぐらいに思ってたんだけど、やっぱりこの黒い三連星の背景を知ったことで、ああみたいな、この人たちも結局憎めないキャラクターなんやなっていうのがあって、まあやっぱ 3DCG で動くから感動したのが、なんで腰のこういうパーツあるじゃん、スカートになってるとこ、そこがふわっとか動くんだよね。めっちゃ細かく動くからぬる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 動いて、なんかゲートから出てくる時とかもめちゃくちゃかっこよかったよね。いや本当にかっこいいわ、あの連携とか、あの何度も痛い戦闘シーンだった。で第5話ですね、ここで結構ちょくちょくアムロ側がね今何してたかみたいなストーリーになってるんですが、でもこの時点ではもうシャアは軍人として戦ってるけど、アムロはまだ学生、中学生、高校生、どっちだろうなんだけど、あカイってそういう感じのクラスメートだったんだっていう、私劇場版で見てるから結構あの序盤のアムロのストーリーが飛ばされてるっていうのもあって、でまあアムロがその父親が実はその軍事開発者だっていうことを知って、お父さんの部屋の鍵が開いてる時に内緒で侵入してこのガンダムのデータを見つけてしまうっていうのだったんだけど、私が見た劇場版では確かねアムロねガンダムに乗り込む時説明書チラ見しただけで運転できたみたいなとこなかった。劇場版だとそうなんだよ、多分あのこのなんだこれはみたいになった後に説明書チラ見して、まあニュータイプで片付けられるのかわかんないんだけど、でも結構このオリジンではアムロがそのガンダムの存在を知って、そのお父さん帰ってこないからその間にこのデータを盗み見てガンダムのことで知っていくっていう背景が結構しっかり描かれてたから、あなるほどね、これだからアムロはガンダムを運転できたんだっていうのが背景が理解できてよかったなって思った。であれかな、やっぱりまたこの泣けるのがセーラさんだよね。セイラさんはもうやっぱりこう人を助けたいとかいうのでお医者さんになってたわけだけど、やっぱこの自分のふるさとがボードに襲われた時に戦う覚悟みたいなのをするじゃん、涙を流しながら撃つじゃん、もうそこで一緒にウフフだよね。まためっちゃかっこよかった、バリケードを作りなさいみたいな、逃げてはダメ鎮火してみたいな、めっちゃかっこよかった。やっぱりすごいねかっこいいよね、ガンダムに出てくる女性キャラは。で多分この辺かな、でルーム回線とかそんなんで、あのシャアが本当にこのシャアザクのモビルスーツの性能を活かして戦い出すっていう、またねそのねモビルスーツの戦闘がかっこいいんですよね。で第6話ですね、もうここで結構完結って言われてるんだけど本当に完結なの続かないの、続きが見たいんだけど、このシャア視点で結構初代のリメイク私もっと続いてほしいなって思うんだけど、で私がやっぱこのオリジン見て知ったのが、まあよくさシャアザクは3倍の速度で動くとかみんなにネタにされてるじゃん、でシャアのモビルスーツだけ特別性能がいいのかなぐらいに思ってたんだけど、やっぱその劇中の描写でシャアがリミッターを外してくれって言うんだよね。でもあの整備士さんはリミッターを外すとパイロットが耐えられないからって言うんだけど、
いい外してくれって言って、まあ、それはニュータイプだから大丈夫だったのか、シャアがもうあの持ってたのかね、そういう体力みたいなのを、すごい G がかかるんだけど、リミッターを外した状態でフル加速するモビルスーツに耐えられるっていうのがシャアなんだろうなっていうのでね、なんで赤い彗星っていうのかなと思ってたんだけど、やっぱり早く動くからこうなんかね、おっぽみたいなのを引っ張って、もう本当に赤いね筋ができるから、あのかっこよかったねあのめっちゃかっこよかったね、シャアのモビルスーツがこうさあ連邦の艦隊をこう縫ってシューって赤いおっぽ引いて動くシーン、鳥肌もんだった。本当にかっこ、でもあそこね黒い三連星もめっちゃかっこよかったわ。連携がかっこよかった。あのね、なんて言うんだったっけ、斧あるじゃん、ヒート、いや今ちょっと調べたんだけど、ヒートホークで合ってる、まあ、ヒートホークだとしよう、あれ振り回して艦隊をズバババババってやるシーンとか、あ、めちゃくちゃかっこいい、あ、なるほどね、こうやって戦ってるんだと思って、メザリングの勉強ですよねとにかくね、ストーリーも面白いんだけど、戦闘がねかっこよかった。で、まあその戦いの祝賀会みたいなので、このガルマとまた会うんだけど、なんかやっぱりガルマも成長してて、より一層なんかね、昔はシャアのことを大好きみたいな感じだったんだけど、シャアに対する対抗心みたいなのが出てきて、まあシャアの名言の坊やだからさっていう、まあ言われた背景が分かった、あーなるほどねみたいな、こういうとこの、まあ、下りがあって坊やだからさが生まれたのかっていうのが理解できてよかったね。で、なんかあの南極大陸でなんか宣言が行われて、ある意味、まあ、事実上2度目の開戦宣言じゃないけど、あ、こっからまたそのひどい戦争になってくんだっていうね。で、結局全6話で1回もガンダム見せてくれないんだと思って、やっぱシャワーのお話だから、私はこっからもうガンダム見たい、ガンダム見たいっていう気持ちがやっぱりすごい強くなって、もうこれ続かないのかな、やっぱジオリジンはもう6で終わりなので、ちなみにこのジオリジン2019年春からアニメ化されるんですよね。このジオリジン、まあ、1本に1時間から2時間ぐらいのストーリーなんだけど、それをアニメ版に編集して、まあ、アニメでやるっていうので、まあね、それもまた見ようと思ってるんですけど、私はぜひね2期3期やってね、これはね連邦のガンダムが動くとこも 3GCG とかで見たいよ。やっぱね、そのカイとか、まあ、フラウとかのちょっと背景も知れて、まあぜひともね、あの軟弱者もね、やっぱこのリメイク版で見たいし、もう一回ねしっかりとガンダム初代をですね見たいと思った。で、結構今サイドストーリーズとかもやってるんで、まあ、宇宙ではそんなことが起きてて、まあ、地球でもいろんなことが起こったわけじゃない、そのアイナとシロウのことじゃないけど、よりねこのガンダムシリーズっていうのは末広がりやなって思った。だってこれ初代だけの話だもんね。だってまたいろいろあるじゃん、ユニコーンとかもあるし、またそれも年表が違うんでしょ。初代より前のお話、ダブルオーとかっていうのは前のお話になるの、ダブルオーだから、なんかいろいろあるから、やっぱりね、やっぱガンダム好きな人って40年間それ積み重ねてきた人とかっているわけじゃん。言うてでも私アニメとかガンプラとかやりだしたのが半年前じゃない、もう急ピッチよ急ピッチで膨大な知識量が襲いかかってくるっていう、まあ楽しいんだからいいんだけどね、まあ楽しいからこの喋るだけの動画を上げたりするんですが、もしね、あのコメント欄なのでね、あのオリジン見た感想とかある方いらっしゃいましたら、ぜひね書き込んでください、ニヤニヤしながら眺めるんでということで、今回は最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。